ここからだよね。僕はもう迷わないって決めたんだ。そこの野良犬、俺の声が聞こえているなら、話すことはできぬでも、お前に一つ質問してやる。生きたいか。もし生きたいのなら、この握り飯を取れ。生きる気がないなら、そのまま死ね。おっと。すまんすまん、手を滑らせてしまったか。残念ながら今の握り飯が最後の一つだ。お前の命運はここで尽きるようだな。何をしてるんですか、みっともない。あなたはそんな恥ずかしいことまでして生き延びたいんですか。そんな子に育てた覚えはありませんよ。あなたも、なら、何があっても誇りだけは守り抜きなさい。見栄や誇りよりも生きることを優先するか。飢えた野良犬そのものだな。好きなだけバカにすればいいさ。どうせ行き先もないんだろう。我々について来い。餌ぐらいは恵んでやるぞ。せっかくの誘いだが断る。俺が行く先は俺が決める。誰かに命令されたり生き方を強制されるのはもう真っ平だからな。握り飯ありがとうよ。残念だが、お前に俺の命令を拒む権限などない。何？
わっ！何をしやがる。俺をどこに連れて行くつもりだ。面白い拾い物をした。おかげで今日についてからも退屈せずに済みそうだな。何を言ってやがる。龍之介、あなたは武家の跡取りなんですから、あんな身分の低い子たちと遊んではいけませんよ。それじゃあ今日は論語の復習をしましょうね。何度も教えてるんだからもう白文で読めるでしょ。亡くなったお父様に叱られたりしないよう、あなたを立派な武士に育てなくては。やめてくれよ。今さらそんなものを勉強してどうするんだ。うちはもう武家じゃない。あんたは武士の妻なんかじゃないんだぞ。龍之介、あなた銭湯の滝に拾いの手伝いなんてしてるそうですね。なんてみっともないことを。亡くなったお父様やご先祖様に申し訳ないと思わないのですか。何をバカなこと言ってるんだよ。俺は武家の跡取りじゃないって何度も言ってるだろうが。どこからも縁なんて出ないんだぞ。金がなくなれば飢えて死ぬだけなんだ。見栄や対面にこだわってる場合じゃないだろうが。近所の人たちはみんなあなたを笑い者にしています。武家の坊ちゃんがどうして、あんな町人や百姓な。いい加減にしてくれよ。近所の人間に笑われてるのは俺が銭湯の仕事を手伝ってるからじゃないだろうが。御家人株を売っ払っちまったのに、あんたがそうやって いつまでも武士の妻って肩書きにしがみついてるから笑われるんだよ。亡くなったお父様に合わせる顔がありません。私はもう死。もうまたかよ。先祖が死ん、あんたがそうやって生きてられるのも俺があんたの言う見栄や誇りなんて何の役にも立たないじゃ。武士なんて、牛なんてクソくらいだ。あ、よかった。お前一週間以上も眠りっぱなしだったんだぞ。どこか怪我してねえか。ここまで運んでくるのほんと大変だったんだから。お前、そういやまだ事故。俺東堂平助ってんだ。こないだ江戸から来たばかり。お前なんて名前なんだ。伊吹龍之介。そっか、俺のことは平助って呼んで。平助、さっきずいぶん夢、もし気分が悪い。別に世話になったな。宿賃なんか払えないが。悪いが、ちょっと待てよ。そろそろ記録しておくか。
誰かと仲良くなりたいのかな。別にどこだって明かす必要。俺お前のよ、お前の事情なんて。おい、あるある終わりだよ。だから適当な、しつこい。だからうっ。何大騒ぎしてんだ。見慣れねえ面だな。何言ってんだよ、こんな柄の悪そうなって。あん、でかした佐野さん、捕まえてくれて助かったよ。は、平助じゃねえか。ってことはこいつは。そう、上洛してくる途中で会ったやつだよ。ようやく目を覚ましたと思ったら出ていっ。なるほど、道理でどこか。いつまで襟首を掴んでるつもりだ。さっさと離せ。目が覚めたのはめでてえことだが、世話になった相手に挨拶の一つもなく出て行っちまうってのは感心しねえな。だから他の連中によろしく伝えておいてくれって。そっちのやつにことづてを。何をバカなこと言ってやがんだ。感謝の。そうそう、そんなに手間がかかることじゃねえんだし、一言ぐらい。何し、何が言いに行け。ど、き、俺、伊吹龍之介。悪くねえ名前じゃねえか。別にいい名前だなんて思ったことはない。ちなみに俺は長倉新八、新道無念流の激剣館で剣を学んでたんだ。激剣館？もしかして聞いたことあんのか。お前も剣術やってるとか。日本雑誌じゃねえとはいえ腰に刀刺してるもんな。これは剣術なんてやってないさ。興味もないし一生やろうとは思わない。この先刀を抜くことなんて絶対ない。ってのは誰に言えばいいんだ。おいおい、その寝ぼけ顔で挨拶しに行くつもりかよ。そういうとこ礼儀がなってねえって言うんだよ。まずは顔を洗って身なりをきちんとしてからだろうが。井戸なら向こうだぜ、一緒に行ってやろうか。ガキじゃないんだから一人で行ける。そっか、気をつけてな。井戸ってのはこっちだって言ってたよな。なんなんだって。随分な挨拶だね。人に名前を聞くときは自分から名乗るのが礼儀じゃないの。そんな顔、俺、ぼ、な、何。沖田くん、その辺にしておいたらどうですか。あまりおいたが過ぎると
また土方くんの雷が落ちることになりますよ。置いたって人聞き悪いですね、三男さん。最初に絡んできたのは彼の方ですよ。そう仕向けたのは君でしょ。見ていなかったと思うんですか。ようやく今日について浮き足立っているのはわかりますが、老子組の評判を落とすような行動は控えるように。やれやれ、手厳しいな。別に浮き足立ってるわけじゃないんですけどね。君は、そうか。はい。家も誰かと仲良くなりたいのかな。どっちかっていうと詐欺師に騙されたようなものなんですけどね、僕たちは。沖田君、口を慎みなさい。上洛してきたってことは、ここは京ってことか。ええ、今は三部村の郷士のところでお世話になっています。私の名は三男圭介と言います。よろしくお願いしますね。よろしく。私は井上源三郎というんだ。三男さんやそこにいる沖田君、そして長倉君や東堂君、原田君と一緒に江戸から出てきたんだよ。よろしく。沖田君、君も自己紹介をしてはどうですか。そんなのする必要ないじゃないですか。この人どうせすぐにここを出ていくんでしょう。すみませんね。彼、沖田君はどうにも気難しいところがあって。別に気にしてない。誰かと仲良くなりたいのかな。なあ、三男さんだっけ？俺が気を失う直前に見たクマみたいな男はどこにいるのか教えてくれるか。芹沢さんのことですね。君をここに連れてくることを決めたのは彼です。芹沢さんっていうのか。今どこにいるんだ。それを知ってどうするの。助けてもらった礼を言うだけだ。それが済んだらとっととここを出ていくさ。出て行ってくれる。外しそちょっこんこの老子そのぼこんここそんないいまでもそんなこれだけそあさそ我々老子組は先ほどの前川さんのところには八木さんのと
土方さん。せっかく。わかった。あんたたちもう十わかった。おや。俺は。確かに。わかった。俺は。
土方さん。道場の連中はみんなとはうまくやってるのか？はい、我に、いえ、それ呀。ま、あんた。
白鸚記新海黎明録。思い出にふけるのはたまにはいいだろう。白鸚記